はい、というわけで前回はカントリーオブザマスケティアを見事クリアすることができました。今回はシンフォニーオブソーサリー、シンフォニーオブ、ちょっともう一回、もう一回ですか、シンフォニーオブソーサリーをクリアすることによって、この一番奥、一番奥、あ、一瞬見える、一瞬見える、あそこの一番奥のところ、あそこの一番奥のところが、まあ見立てによるとラストダンジョンなんじゃないかと。というわけでこれはこのシンフォニーオブソーシンフォニーオブソーサリーはこうラストの手前のダンジョンというわけで、こう一層より一層気合を引き締めて取り掛かならねばならないなと思っております、思っております。いきます。すごい噛むな今日。ここはイエンシッド様のところに戻ったのか。何か違うな。王様、これが王様を苦しめてるのか。だったら、それはキーブレード、君は誰の弟子なんだい。僕は魔法使いの弟子をしてるミッキー。弟子？ここは王様がまだ修行時代にいた世界。じゃあこの世界も今は眠りに。どうしたんだい。あ、いや、俺はソラ。誰の弟子？それより王様じゃなかった。ミキ、どうすれば君を助けられる？いや、それがダメなんだ。楽譜の中に魔物が取り付いて、魔物から漏れ出した闇が楽譜へ入るのを防いで、闇を払うには音の力が必要なんだ。前に逃がしたあいつが原因か。音の力はどうやって手に入れればいいんだ。え、君が言ってくれるのかい。任せてよ。ありがとう。ミッキーを助けるなんてめったにできないしな。え、何か言ったかい。ううん、こっちのこと。それよりも音の力のことを教えて。うん、この楽譜の中で闇を払う音の力を手に入れられるはずなんだ。でも気をつけて、この楽譜の中にもさっきのほどは強くないけど魔物が取り付いてるから。わかった。シュールだな王様。
というわけで僕たちは楽譜の中に飛び込まなければならない。あれ、これ3つあるんだけど、こっちじゃなくて、さらにこっちではなくて、これか。あ、タヌキが、タヌキが跳ねてる音か。それ以外は無音。さあこの中に飛び込みましょうか。楽譜の世界に入りますか。はい。さあ飛び込んできましたのは楽譜の中の世界と、いきなり雲の上を歩くんだ。先に進んでみようか。お、スルーフォロン、スルー、あれ、フォロン、スルー、スルースキルが高くなってんな。あれ、この雲の上、え、ペガサス流星拳、あ、これか。これをアタックすると、アタック、アタック、いや、リアリティシフトか。なるほど。で、パチパチパチ、あー、音ゲーになってる。はいはい、あれあれ、よいしょ、グッド。お、あ、もうちょっといい感じに、もうちょっといい感じ、ちょっとタッチペン使いますわ。はい、グッド。ポンポン、ブニュ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 、どうだ、ポンポン。お、雲が出てきました。で、虹に乗るとフリーフロー、あー素敵。で、宝箱があって、あ、でかい、よっしゃー、パカ、グライドを手に入れました。グライド、グライド。さてと、お、こっちに行けるのか。もう雲の上の世界は終わりってか。こっちに行ってみましょうか。落ちないようにピョンと飛んで、まだまだ雲の世界続いているみたいです。暑い。で、あ、こっちか。宝箱を拾っておいて、こううまくフリーフローアクションを使わないと雲の上の雲の上に到達できないと思いますので、しっかりここは使っていきたい。うまい、よし、パカパカ。でもこっちで合ってるのか、果たして。いや、地図的にはこっちで合ってるのか。そこの厚い雲の上に乗っからねばなりません。よし、よし、ちょっと見分けがつかないな。お、フリーフローアクションで抜けていく。ピョーンと、はい、ショートカット。ま、敵さんはどうにかかいくぐって岩の上、ああるある、あそこまで行くには、あそこまで行くにはどうしよう。周りを見ても何か手助けになるようなものはなし。ということはフリーフローアクションなのだ。うまいこと使って。よし。で、リアリティシフト。本気出しますから。タッチペン出しますから。ググ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 グ。早い。ポンポン。クイ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 。ポン。どうだ。一回ぐらいしかミスしなかったような気がするが。さあ雲ができて虹がかかりました。こっちかな、こっちに出てきた、いや、それともこっちか。こっちっぽいですよね。岩の上に乗りまして、フリーフロー。で、宝箱があります。この雲を落ちると、宝箱、え、敵さん、あ、敵さんっぽい。いやー、何これ、ペンギン。こっちに行けそう。いや、こっちに行くと、これ戻っちゃうよね。きっと戻っちゃう。わーわー、すべ、すべ、すべ。さあ、虹がかかったので、虹にしっかり乗りまして、さっきは宝箱を拾おうとしてしまいましたから、道草を食ってしまいましたが、こっちに行くと、お？向こうにも宝箱。バラバラバラン。でかい。レインボー、レインボーウィンドを手に入れました。神々しい。で、こっちに行くと、お、はてなはてなはてな。うわ、なに、一転してる。桜吹雪舞ってる。あ、飛んでる。あ、飛ぶのって結構久しぶりですよね。うわー、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。うわー、飛ぶのか。よし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 。さあ、上に上、上に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 上
ウェイ。さあ本気出しますよ。クイ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 、グッド。ポンポン、あーしまった、くそー。はい、ポン。さあどうだ、ポン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 。桜吹雪が一部穏やかになったような気がする。あー危ないよ、こちらへんこちらへん。あ、待ってる待ってる。ここからスイーッとで、さらに向こうにスイッと行くとこっちだな。こっちにハテナハテナハテナがありそうな気がする。滝が流れていて、まあ、ちょっとそろそろちょっとレベル上げのために敵さん倒しておくか。さてと、あ、ドロップが結構少なくなってきてる。いい感じでまた交代しなくては。で坂を下る、フリーフローアクション、よっしゃ届く。ふう、なかなか上手くなってきましたね。え、敵さん、あ、敵さんなの。あ、さあ敵さんを少し間引いて、間引いてからの階段、階段からのハテナハテナハテナの予感、やったぜ。いかほどか、雷になってる。山の天気ね、ほんと。こっちか、それともこっち。いや、あー雨が、すごい雨降ってる。うわ、敵さんも出てきた。もう倒しておくか。よっしゃ、レベル上がった。レベル上がったということは、ちょっとおとなしく退散しておきましょうか。強そうな敵さんもいるから。はい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 。もう建物もあるが、人工的な建物もあるが、結構広いぞここ。宝箱がある。しかし風太郎が出てくる。風太郎を攻撃してしまう。風太郎を攻撃してしまう。坂の上登って、坂の上の、あ、まさに雲じゃないか。いや、そんなことはいいとして、あ、こっちか、こっち、こっちっぽいでござるよ。風が吹いてる。何それ、どうしよう、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。こっちか、あ、なんか光ってる。あそこっぽいぞ。しかしドロップが、いけるところまで行ってみよう。フリーフロー、ぽい。これリアリティシフトですね。はい、本気出します。クイ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 、ポンポン。よっしゃ、あああ、しまった、ミスった、抜かったな。快晴。うわ、でも敵さんはいる。危ない危ない。さあ、すごく晴れ晴れとしてます。こっち風吹いてたんですが、あー、ボーナスタイム入ってしまったか。また降ってんよ、証拠にもないな。もうこれはさすがに限界か。あ、こっち風吹いてる。ということはまたここ天気にしなくてはならないということか。うん、ということは本気出さなければならないところがあるはずなんだが、あったー。んー、たどり着け、間に合わないか。それではリクさんに交代したいと思います。いや、間に合うか。あー、間に合っちゃった。クイ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 、グッド、ポン。あー、しまった、なかなか難しい。はい、これで天気になるはずです。で、ちょうどぴったしの時に交代と。水？上の階から流れてきてるのか。さあ、水ぴったしになってます。あ、ここ来たことありますよね。螺旋階段の突き当たりには水ぴったし。ミッキー、この楽譜から出ている闇に囚われてるのか。その闇は力ずくでは払えないの。僕は魔法使いの弟子をしているミッキー。君は
リクだ。力づくがダメならどうすればいい？僕のことを助けようとしてくれてるのかい？ああ。そうか。でもいずれ君とはお互いのことを助け合う友達になれそうな気がするよ。この楽譜の中で闇を払う音の力を手に入れられるはずなんだ。頼めるかい？わかった、任せてくれ。なんか今回すごいディズニーの映画チックだな。あ、クボちゃん、クボちゃんもこれもう濡れちゃうよ、これ濡れちゃうよ、もう濡れてる、大丈夫、どうしようか。あ、やっぱここ静か、すごい静か。楽譜の中に飛び込まなければなりませんでしょ。じゃあ例によって例のごとく飛び込みます。行くぜ。さて、楽譜の中にやってきました。ソラさんとは対照的で、こっちは暗い、雲の上ということではなさそうです。で、宝箱開けておいて、メガポーションやったぜ。あ、リアリティシフト、なるほどな。あ、本気出しますよ。あ、危ない、間に合わない。プル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 、どうだ、よっしゃ、ミスはなかったと思いたい。やだ、花が咲いたわ。これに乗ってピョンピョンピョン、踏む、なるほど。さてと、こっちに行くと、こっちに行くと、あー、パンダさん懐かしい。こっちか、こっちか。なんかすごく心地いい音楽が鳴り響いていますが、今いますが、あ、コンベト来た、3だ、やっと来たか、3。これ4作られるよ、これあるよ、可能性あるよ、これ4で、これ乗って、あ、これフリフリオフロ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 アクション、フロアクションできないのか、よいしょ。ん、なんだこいつ、なにこいつ、え、これ敵、ケロケロ、あ、ちょっともう何かわからないけど今はやめておこう。ケロケロ、花に乗っかって、乗って、はい、あー心地いい、プルプップ。で、敵さんも出てきますが、宝箱、あ、またリアリティシフトだ、もう本気出させるんだから、あー間に合わない、よし、ポンポンポン、あー間に合わない、プル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 、ちょっと難しくない？うわー、これどうだろう、際どいところだ。 OKOKOK。すごく素敵。こっちに行けるんでしょうか、こっちかな。フリーフローアクションも使えるようなあれがありましたが、はてなはてなはてなと、お、あ、
セーブポイントがあるよ。これセーブポイントがあるということは、これなんかちょっと察しなんだよな。この先まあちょっと進むとボス戦行きそうな気がします。まあ、ちょっとここのエリアだけ探索して、まあ、いい感じのところで今回は終わっておきましょうか。ここは登れる。あ、普通に登れる。で、宝箱もある。宝箱あるんだったら、あ、あそこリアリティシフトか。え、何取れたさっき。まだナンバリングだったような気がするけど、見れてなかった。後で見とこう。さあ、まずは、ここだよね。はい。ここリアリティシフトしておきましょうか。はい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 。結構難しいんだよ。テンプラトンタンタンタン。はい。はい、ポンポン。あ、今回ノーミスじゃない。どうだ。さあ、道がつながりました。この先に行くと何かが起きた。あっ、まさか歩いたら、歩いたら音が鳴るやつ？え？なんか、ちっちゃい子が、靴の底になんか仕込んであって、歩くと、プニプニプニって音が、可愛い音がするやつ？そうなの？そういうことなの？あ、リクさん。こっち、リクさんのすごい素敵なんですが？というわけで、じゃあ今回はここら辺にしておきましょう。わ、すごいオーケストラ。はい。失礼します。次回にもご期待ください。バイバイ。危ない。また夜が明け、夢は遠き幻に。